こんにちは、みなりんです。今回はリメール新作のジップパーカーを紹介していきたいと思います。グラフィックティーはまた別の動画で紹介する予定です。GU でジップパーカー買おうかなって思ってたぐらい本当に楽しみにしてたアイテムだったので、リメールのあのストーリー見てなかったら多分 GU で買ってましたね。マジでそのくらいジップパーカーは欲しかったのでめっちゃ楽しみでしたね。これは今日2色買いしてるので一気にもうお見せしますね。めっちゃかっこいい。木彫の方買ってよかったかもしれない。まあちょっと後で全部説明するんですけど、めっちゃいい、かわいい。見えてるかな、こんな感じです。今回紹介していくアイテムがルーズヘビージップパーカージャケットです。お値段が7700円ですね。サイズは SML の3サイズ展開になってます。カラーはブラック、ダークグレー、アイボリーの3色展開ですね。そのうちブラックが本当の無地で、ダークグレーとアイボリーが木調になってます。ちょこちょこグレー入ってたり、こう完璧な無地ではないんですよ。若干模様感感じるようなデザインになってます。で、ZOZO ターンの在庫状況についてはアイボリーとブラックが完売してました。個人的に3色ある中で一番のおすすめは僕ダークグレーなんですよ。真っ黒にならないこの組み合わせ、着回し力が高いっていうポイントでめちゃめちゃおすすめです。これまだ在庫あるのでいいと思いますよ。めっちゃ可愛い。思ってたより良かった。結構高見え感が強いアイテムですね。アイボリーとかも可愛いですけど、特にダークグレーがすごく良かった。で、次にフードの立ちとか生地感をズームで見たりとかレビューをしていこうかなと思います。今回も気になった点とかも一緒にお話ししていきます。チップは開け閉めしやすいです。 YKK ではないんですけど、そこまで開け閉め自体には問題ないかな。まあ、少しこう引っかかり感じる時はあるんですけど、特に問題はなかったです。で、名前にパーカージャケットって書いてあるんですよ。まあ、僕はジャケット感覚で羽織りたいなって思って買ったので、そうなった時に中身の色結構大事じゃないですか。僕てっきりここ黒かなって思ったんですけど、開けたら白色で、白っていうか黒の模様感が感じるスウェット地になってるので結構かっこよかったです。あとは羽織りながら説明していきたいと思います。着用感はこんな感じです。こんな感じ。身長172センチの人が M サイズを着用すると結構ルーズなシルエットで可愛く着こなせるかなって思います。名前にパーカージャケットって入ってるので、これこそ推奨サイズ通りに、まあ、サイズダウンとかしてあげるとレイヤードはしやすいと思うんですけど、今回ダブルジップではないのでジャケット感覚で羽織れるものにはなってるのかなって感じました。単体着用が結構おすすめですね。厚み的に超ヘビーウェイト生地っていうよりかは、まあ、普通くらいのヘビーウェイト生地ですね。生地の厚さも春秋ちょうどいいかなって思います。このジップパーカーの特徴でもあるんですけど、フィンガーホールがついてるので親指だけ出してレイヤード感とかも楽しむことができます。こんな感じで M65 と組み合わせた時に結構引き締めてくれる効果があるのですごく良かったです。これはねずっと考えてたことだったんですね。 M65 の上に手袋かぶせるコーデをこの前組んだんですけど、ちょっと雰囲気が出過ぎちゃってるんですよ。あれがちょっと好み分かれるかなって感じたので、これの方がね結構ちょうどよくレイヤード感楽しめるかなって感じました。あとフードの立ち方はこんな感じになってます。アウター脱いだ方がいいか。立ち方的には普通くらいかな、立ってますよねかな。パーカーで大事なとこは結構ここだと思うのでクリア良かったですね。でジップ締めてあげた時の着用感もこんな感じです。まあ、ただダブルジップになってないので着回し力でいうとダブルジップには劣ります。ただジャケットで羽織るってなった時僕的にシンプルになるので、この一つジップの方が、一つジップっていうのか、ダブルジップよりかは僕は今回これの方が好きです。ダブルジップだとねなんかちょっと主張が強くなるんですよね。なんかだから僕は結構出回ってるしダブルジップこっちの方が好きです。最後に気になったところも一緒にお話しするんですけど、ジャケットとして考えるとそこまで高いものではないんですけど、パーカーとして考えるとまあ少し値は張るのかなって感じました。気になったとこ2つ目なんですけど、ここのフィンガーフォールがついてることでリブが長いんですよ。別に僕親指出す必要ないよって人ももちろんいると思うんですよ。そういう人のことを考えるとちょっと面倒なポイントでもあるかなって思います。個人的には最初外側に折ってあげて、このまままた内側に折り返します。リブの生地が硬いので結構折り目ついてくれて折りやすかったです。そうするとこう折ってる感が出ないので割とおすすめかな。まあ、ちょっとこれは僕が思いついたことだから
公式の情報ではないです。こんな感じ。ダークグレーは紹介以上になります。次アイボリーの紹介しましょう。アイボリー可愛いですね。優しい人に見える僕と同じくらいの身長の方にすごいおすすめの組み合わせ方があるんですけど、中を黒統一にしてあげると結構スタイルアップして見えるので、足元までね黒で統一してみてください。 M65 も僕ねアイボリーで買ったんですよね。いいですね。あれ色で統一してあげるのも可愛いかもしれない。てか目がほぼ見えてないんだけど、髪が。今回 M65 ばっかり着用してたんですけど、こんな感じでテーラードジャケットともすごく相性いいのでおすすめです。まあ、ただアイボリーに関しては単体で着用するのが一番いいかもしれない。レザージャケットとか持ってる方は結構いいと思いますよ。ジップパーカーとすごく相性いいので結構個人的にはおすすめします。リメルじゃなくてもレザージャケット持ってる方多分今年多いと思うんですよ。去年すごく流行ったから、だからそれとね組み合わせてあげてみてください。あ、生地感ですね。これも木調になってるので若干グレーが混じってますね。なので割とカジュアルな着こなしとかにも持ってくれるんじゃないかなって思いました。あと着こなしとかも気になるとは思うのでルックブックも一応流しておきます。リメル新作のジップパーカーを使った1週間コーデどうぞ。 I just wanna have fun, clap my hands, turn around now and dance, dance, dance. I just wanna have fun, clap my hands, turn around now and dance, dance, dance. I just wanna have fun, turn around now, turn around now. I just wanna Turn around now, turn around now. I just want fruits. I wanna turn, turn up, dance, 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 dance. I just want fruits. I wanna turn around. I just wanna have fun. Turn around, turn up, turn around now. I just wanna now and turn around now, turn around now.はい、いかがでしたでしょうか。春の1週間コーデ、今回同時発売の新作がかなりの数置いてあるので、よかったらリメルのね ZOZO タウンで調べてみてください。次の動画はグラフィックティーの紹介を予定してます。では最後までご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。